JWCAD は二次元汎用カナダドルアプリケーションソフトウェア。名称の由来は、清水二郎の二郎のヘボン式ローマ字表記の頭文字、J と田中義文が建築技術雑誌にポケットコンピュータ用の構造計算プログラムを投稿していたペンネーム、悪文のローマ字表記の頭文字、W に由来している。PC-9801、PC AT5 換気の MS DOS で動作する二次元汎用カナダドル。JW ソフトウェアクラブが開発した。後に登場した Windows 版と区別するため、JWC、JWDOS、DOS 版などと呼ばれる。開発初期はドラフター、製図版の延長としての汎用カナダドルを目指していたが、多くのユーザーの意見を取り入れて原型が出来上がった。その後、 ニフティーサーブの建築フォーラムで公開された。現役の建築士が開発に参加していること、フリーウェアであることと、ワンキー操作で画面表示を切り替えることができるなど、当時の他のカナダドルアプリケーションソフトウェアには、見られない、軽快な操作性が、多くの設計者に受け入れられ、中小の設計事務所に建築カナダドルとして普及した。 価格が数十万円する市販ソフトよりも操作性が良く、パソコン通信でサポートされる点が優秀とされ、1993年末に建築知識の別冊特集号として JWCAD を収録したムックが4万部の出荷を記録した。この事態に脅威を感じたカナダドルソフトメーカーの申し入れで、1994年3月10日に、 日本パーソナルコンピュータソフトウェア協会でフリーソフト検討小委員会が設けられ市販のカナダドルソフトメーカーからの出席者によって JWCAD について意見が交わされた建築用以外にも電気や水道など試行図を必要とする業界にも普及したまた市販の積算見積もりシステムや資材の拾い出しソフトも JWCAD に対応するようになった JW カナダドルで扱える図面ファイル形式は JWC および DXF。JWC は仕様が公開されているため多くのカナダドルや関連ソフトで読み込み、保存が可能になっている。JWC 形式はバージョン1とバージョン2がある。バージョン1は JW1.57 カナダドル未満の形式だが現在ほとんど使われていない。 ハードウェア上の制約により座標データを単精度実数のマイクロソフト C のオルタネート演算ライブラリーにより演算しているため JWC 形式のデータを倍精度実数で扱うカナダドルで読み込むとわずかながら数値の誤差が発生する1999年1月にリリースされたバージョン 2.22H で開発は終了し以後は Windows 版に開発が移行している 2006年現在、最新のハードウェア、OS 化で使用する場合は、セットアップにかなりの苦労を要し、大きな図面ファイルが読み込めない、画面が小さく表示されるなどの不具合が発生することがある。多くは DOS の制約のためである。しかし比較的古いハードウェアでも問題なく動作することと、Windows 版よりも動作が軽快なことから、開発終了から数年は使用されていた。 Windows 用二次元汎用カナダドル。フリーウェア。ジロー・シミズ、ヨシフミ・タが開発している。名称は、バージョン 3.51C までは、JW、CAD4Windows。バージョン4.00以降は、JW、CAD である。DOS 版と区別するため、ユーザー間では、JWW、JWWIN、Windows 版などの故障が取られる。仕様は、ウェブサイトで公開されている。 Windows 版で扱える図面ファイル形式は JWC、JWW、DXF、SXF、P21 で JWW が基本形式。複数のバージョンが存在し、新しいバージョンのファイルを古いバージョンで読み込むことはできない。この場合特にエラーメッセージは表示されない。また JWW の普及率の高さを表すように、 市販カナダドルの中には JWW のデータの読み書きができるものも多い。1997年7月1日にバージョン0.01が配信されたものの初期は DOS 版が Windows 上で問題なく動作したことから開発は緩やかだった。DOS 版の開発が終了した1999年から開発が活発化し2000年1月1日に バージョン1.00が発表された。ドス版の軽快な操作性を継承し、バージョンアップを重ねるごとに、時計の文字盤を模した操作メニュー、クロックメニューの実装や図面データの倍精度不動小数点数化、面図形、天空図作成など多くの機能が付加、改良された。バージョン8.00からは、Windows 8シリーズのタッチパネル操作にも対応した。一方で、 XP 以前の OS には期待応になった。バージョン8.10より、マイクロソフト社のサーフェイスダイヤルに対応している。サーフェイスダイヤル対応には H 宮西氏が DLL を提供している。この他に外部変形という拡張機能を備えており、これによって様々な付加機能が得られる。フリーソフトゆえに、ネット上には膨大な外部変形が蓄積されており JWCAD の 最も魅力的なポイントの一つになっている。その主なタイプを3点に絞ってまとめると以下の通りである。画面上に迅速に作図するタイプ木造平面図の描画画面上のデータを集計するタイプ、図面上の文字列と線長さを検索し個数と長さを集計画面とは関係なく、裏で自動計算鉄骨二次部材などの断面算定、バージョン情報。 2021年3月6日閲覧。数値演算、コプロセッサーを使用しない場合に精度を犠牲にして、速度を上げる、数値演算ライブラリー。数値演算、コプロセッサーを搭載している PC でも、数値演算、コプロセッサーは使用されない二次元汎用カナダドルソフト、JWCAD が、約3年ぶりのアップデート。ありがとうございます。